ナンシー・ペロシ、ナンシー・パトリシア・ダレサンドロ・ペロシは、アメリカ合衆国の政治家。第60代、第63代合衆国会議長。民主党所属で、サンフランシスコの5分の4を含むカリフォルニア州大発区から選出されている。合衆国史上最初の女性会議長であり、イタリア系アメリカ人としても最初の会議長である。メリーランド州出身。 カリフォルニア州、サンフランシスコなどを選挙区とし、会員議員として11回当選を果たした民主党のベテラン議員。父親もメリーランド州の会員議員、同州ボルチモア市長を務めた。夫は投資家で資産家。5人の子供を育て、1987年会員に立候補し初当選。2003年には、リチャード・ゲッパートの引退に伴い、当時少数党だった。 会員民主党のリーダーである下員院,院内総務となる。2006年の中間選挙で民主党が下院で過半数を獲得したことにより2007年1月、ペロー氏は女性として初の第60代下院議長に就任した。以後2008年の大統領選挙における民主党勝利、連邦議会選での躍進まで大統領選に勝利したオバマと並んでブッシュ政権末期における 民主党躍進の象徴的存在の一人であった。しかし2010年の中間選挙にかけて、オバマ政権の支持が低迷するに従って、リベラルな心情を優先して、雇用問題を軽視した現況として、批判を浴びるようになり、対立野党の共和党のみならず民主党内からも、批判を受けるなど、この批判が、本選挙での下院民主党の苦戦を招く一因となった。 その中間選挙において民主党は下院では60議席以上を失う歴史的大敗を喫して過半数を失い下院多数党の地位を共和党に明け渡すこととなった。これによりペロシ自身も2011年1月に開かれる新しい連邦議会第112期合衆国連邦議会では下院議長の座を共和党のジョン・ベーナー院内総務に譲り退任する。 ことが確実となった。歴史的に見て、会議長を務めていた議員は自ら出身政党が選挙に敗北し、少数党となった場合、多くは1回の議員に戻っており、引き続き院内総務やナンバー2の院内幹事など、会員少数党指導部の要職を務めるケースは非常に稀であったが、ペロー氏は第112期連邦議会でも、院内総務を務める意欲を示して、 院内総務選挙に立候補し、2010年11月17日の会員民主党議員総会において行われた選挙で当選を果たした。2015年局日大受賞受賞。2018年12月、2019年1月から始まる第116議会での8年ぶりの会員議長復帰に向けてリーダーシップの長期化や高齢化を懸念する反対派と人気を 最大2期4年と上限を設定することや民主党員の指導者の任期を通常3期、最大4期に制限することなどで合意した。ペロー氏は政策的には中絶や同性婚を擁護するリベラル派とみられている。また、2002年の対イラク戦争用人決議案には反対票を投じている。経済政策では石油関連企業向け優遇税制の見直し、 中産階級向け減税、また1997年以来195.15ドルに据え置かれている最低賃金の引上げなど格差是正を主張している。口述の中国ほどでないが、ベトナム政府が反体制派、宗教活動家、民主運動からを弾圧していることにも批判し、これによりペロ氏は共産主義独裁体制には批判的と言える。 2008年12月のイスラエルによるガザ空爆では、米国は友好的民主国家を力強く支えるべきだと主張し、空爆を支持、親イスラエル姿勢を強調した。ペロシは中華人民共和国政府の人権抑圧政策に厳しい態度をとっており、天安門事件やチベット動乱における中国政府の行為を強く批判しているため、民主党内では最も、 中国に厳しい議員の一人とも言われている。1991年の訪問で、天安門広場で、中国の民主化のために犠牲になった人たちへ捧ぐと、中国語と英語で書かれた幕を掲げ、天安門事件の弾圧を批判したことがある。2008年は、中国の人権問題を理由に、ジョージ・ W ・ブッシュ前大統領に、北京オリンピック会,会式の出席をボイコットするよう、迫った。 2009年の法中の際に、ペロシの前に数十人の陳情者が、ペロシ、中国の人権に関心を持ってなどと共産党の腐敗を訴えたが警官に拘束される場面を目撃しており、さらに聖火大学で講演を行ったが、中国の人権問題に関する言及はなかった。2009年に、ダライラマ14世の訪米の際に、オバマ大統領は、 親中派で中国との関係を重視しているため、会談を見たが、ペロー氏は海外行為委員長を務めたことムラントスにちなんで、創設された人権賞を送った。2019年6月12日、香港で逃亡犯を中国本土に引き渡す条例の改正案、2019年逃亡犯条例改正案をめぐり、大規模なデモが発生したことに触れ、一国二制度の 枠組みの中に十分な自治権がありするか、再評価する法案の提出を議会に呼びかけた。2008年9月2日には、広島市で行われた g a と会議長会議のため訪日し、参加各国議長と共に平和記念公演の原爆死没者慰霊碑に喧嘩を行った。これまで同慰霊碑に喧嘩を行った現職の米洋人としては過去最高クラスの人物である。 さらに、閣議長は、広島平和記念資料館を訪れ、被爆者の体験談も聞いた。バラク・オバマの広島訪問に対しては、大統領を誇りに思う。核兵器の拡大を防ぐために指導力を発揮している、と高く評価した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。